様こんにちは。本日の講師近藤克重先生を大きな拍手でお迎えください。はじめまして、近藤です。とりとめもない話になるんじゃないかと思いますが、つっかえつっかえメモなど見ながらお話しさせていただきます。よろしくお願いします。私は欅が大好きです。サワサワサワっとこう5月の風に揺れてます。風なんてのは目に見えないんですけど、欅を眺めてるとなんか風の形が見えるみたいなですね、欅を少し離れて見るのがいいなっていう、今いいですね。もう一つ私好きなのはクスノキですね。クスは古い葉が全部若葉に取り替わってるんですけど、これが見事ですね。歌舞伎の早変わりじゃないですけど、あっという数日の間に古い葉を落としてクスが若返るんですよ。で、私毎年思うんですけど、君らうまいこと若返るなって思いますね。もう何年か前ですが、ダスティン・ホフマンが日本にやってきて、私はダスティン・ホフマンっていうとやはり映画卒業の教会から花嫁を奪って、そういう場面をすぐ思い出すんですけど、もう日本にやってこられた時が76歳だったですか。でその時にとってもいい話をしてました。老いていく人間には3つのスタイルがあるんだっていうんですね。その一つはロッキングチェアに座ってただじっとしてるっていうんですか。二つ目は老いたことをくよ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 思って過ごしてる。三つ目は心の奥行きが広げられて時間に限りがあると感じるほど人生の素晴らしさにあるいは謎に魅了されるんだと。老いていくっていうことの意味をそんなふうに語っていました。でその私はやはり、この5月青い春青春季節で言えば青春でしょうか、そのたんびに、ダスティン・ホフマンを思い出し、かつ近年ですとその言葉を思い出すんですけど、今日は母の日ですよね。母の日、父の日もあるんですけど、父の日は父何事もなかりけりっていう私東京は TBS、 大阪は MBS で共にラジオですけど川柳をやってまして、母の日に向けての面白い川柳がありました。神社よりパワースポット母のそばっていうのがありましたね。なるほどなと思いますね。で大阪ですからおかんなんですよね、母。この日だけおかんが母と呼ばれてるっていうのがありましたなるほどなと思いました。ニュートリノっていうのがありましたよね。ノーベル賞の大阪の川柳ですと、ニュートリのどこの店かと妻が聞くっていうのが来るんですね。これが
大阪の文化です。それに比べて東は、これはまあ時事川柳、私東は担当なもんですから、ニュートリノより民意が軽い国と、こうなるんですね。東西のこう比較がくっきりと出てくるって言いますかね。大阪の川柳で、祖母が聞くアベノミクスはうまいんかこういうふうに来ると、これが大阪の良さなんでしょうかね。東京はそうは読まないですよ。アベノミクス株2万政治は不満みな我慢とか全然なんて言うんでしょうか、違うって言いますかね。それはともかく、その俳句と川柳の違いって何だってよく聞かれるんです。私の答えは実に単純で、そうですね、川柳は生活である、俳句は人生である。人生と自然、これがまあ俳句である。人間と生活、これが川柳であるというふうにいつも答えてるんですけど、日本人に果たして生活以外に人生はあるのかと疑問を投げかけてたのが遠藤周作さんですね。インドの人は人生も生活もあると、一緒に織り込んで生きてると。どうも日本人っていうのは生活しかないんじゃないかって。でもよく考えれば生活に人生が差し込んでくる時があると。遠藤周作さんの言葉で言えば、死因となる時だって言うんですね。愛する人との死別の時、あるいは自らの病が治らないと知った時、こういう時に死因となると同時に人生を感じるんじゃないかっておっしゃるんですよ。苦悩っていうか、苦しんでる時何となくこう死因となる人生で、私はその他にもあるんじゃないかと実は思ってます。それはあっと驚く時、人生はあるんじゃないかなと、こう思い出して久しいですね。夏目漱石の愚美人草の中に、あっと驚くとき初めて生きていることに気がつくっていう言葉があります。驚くうちは楽しみがあるって僕好きで、自らあ体験なんて言ってます。あっと思うとき、連休が終わってその頃いつも道端にタンポポがこう黄色い花をいっぱい咲かせて、そして公園行くとこう広場の一角に黄色い花がこう群生してるんですね。まあそれで十分私楽しんでたんですけど、ある日見たら黄色い花が全部散って白い綿毛になってるんですね。それがこう無数にあるんですよ。でなんとなく夜見てみたいなと思ってその公園出かけたんです。うっすら街灯があたりにこう光を刺してるんですけど、なんと綿毛のタンポポがうわーっとこう浮かんでるんですね。
あの白い色っていうのはほんの少しの明かりも全部反射しますから大丈夫なんです。夜でも白い花は見えるんですね。月明かりで見えるんです。でしかも夜ですから綿毛のタンポポのこのふわふわっとしたのが微風って優しい風にふわっとこう揺れてるんです。だーっと、まあ、私の中でのあっ体験っていうのはそういうものなんです。あっと。でもその時に別に綿毛のタンポポが何を言うわけでもないんですけど、どう言ったらいいんでしょうかね。なんかこう大事なメッセージを、うん、遠いところから、伝えてくれてるような、啓示を受けるなんて言いますよね。私の体験なんてその程度のものなんですが、ふとやっぱり人生とどっかで結びつくところがあります。その他最近、読んだ本に吉本バナナさんのエッセイなんですけど、タイトル癒しの歌っていうタイトルだったかな。あの方今あの清志郎さんが好きだったっていうことでそれにちなんだタイトルだったと思うんですけど、読んでてあっと思ったのが鳥ですね。朝方鳴く鳥、僕朝方とっても好きで、歩くって言ったら大抵朝、まあ夕方も歩きますけど、でも鳥の鳴き声に耳を澄ますってことは正直言ってあんまりなかったんです。と吉本バナナさんのその本を読んでると鳥たちが鳴いてるっていうのはその世の中を清めてくれてるんだ。なんかそうか、そう思って次の日の朝から、やっぱ耳が行くんですね。でそう思って聞くと、なるほどな、世の中を鳥たちが清めてくれてんだと、そんな方に聞こえますよね。これも私のアー体験、本当にちょっとしたことなんですけど、もう一つアー体験なんですがね、私の仕事部屋って言いますか、狭いもんですからダイニングテーブルっていうんですかね、それが机代わりで、ある時何気なくなんですけど机の上をダイニングとそのテーブルの、まあ、4人ですから、まあ、そこそこに広さがあるんですけど全部上にあるものを片付けてバラを一輪花瓶に挿してそのテーブルの上を置いてみたんですね。なんでそうしたんだと言われたら別に思いつきなんですけど、そうするとどう言ったらいいんでしょうか、雑然とした仕事部屋同然の部屋がね全然違って見えるんです。
テーブルの上も何にもない、花瓶があってバラが一輪、なんて言うんでしょうか、あの皆さん、あの京都行ったら石庭なんか行けますか、うん、ああいうその少ないものが多くを与えてくれるって言いますかね、多くのものが多くを与えてくれるんじゃないんですよ、少ないから、あるいは小さいから大きいものを与えてくれるっていう、あ、なんか石庭とかそういうものっていうな、こういうものと通じるのかななんて思いながら、テーブルは一輪の花に取られたまま、やむを得ずこたつのテーブルで原稿を書いてますけど、まあなんていうんですかね、ある種の気づきっていうんですか、そうですね、僕自身も圧体験、なんか気づくんですよね、その時の驚くうちは楽しみがあるって言いますか、あっと思う時、生きているなと気がつくって言いますか、気づくっていうこと、私なりに考えますと3つありますね。1つは何かと比べて対比して気づくこと、だからもみじと新緑、お互いやっぱり美を持ってますけど、その対比の中でやっぱり際立ってきますよね、対比、僕は対比っていう言葉をすごく大事にしてるんですが、新聞と週刊誌の違いなんだって、新聞は、人間の問題を取り上げる、週刊誌は何だって問題の人間を取り上げる、対比ですね、対すると何か気づかされるんです。女子一つでも変わってきますよね、俺の人生、俺の人生、俺が人生もう全然意味が変わるって言いますか、対比で気がつかされることって結構あります。それともう一つはやっぱ歳月、年月ですね、もう辛いですよ、やっぱ肩が痛いとか腰が痛いとか体がいろんなことを教えてくれますね、年齢とともに気づかされることがいっぱいある。それまでは、年取るまでは頭がいろいろ働いて気づかされてくる、だから年取ると体が気づいてくるんですね、体が気づかしてくれるんですね、それも最近気づいたことですが、それともう一つは細部ですね、細かいところです、細部、細部に目をやると気づくことがある、ジョージ・オーウェル、絞首刑っていうエッセイを、1930年代のジョージ・オーウェルの作品ですが、彼はその頃英国の領のミャンマーですね、ビルマで警察官の仕事してたんですね、でその時にインド人の処刑に立ち会ったんです。処刑って言っても野原に絞首刑の台を作って、そこへ引っ張り出していくんです。
その下りにこういう一節があるんです。ちょっと読んでみますね。細部、細かい部分、細部の話、細部に気づかされるっていう話なんですが、インド人特有の決して膝をまっすぐ伸ばさない足取りで跳ねるように進んでいく、一足ごとに筋肉がきれいに動き、ひとつかみの頭髪が踊り、濡れた小石の上に彼の足跡がついた。そして一度衛兵に肩をつかまれているというのに、彼は途中の水たまりを軽く脇へ避けたのだ。数分後に間違いなく処刑される人間が水たまりを避けた。ここにオーエルがこだわったんですね。妙なことだが、その瞬間まで私には意識のある一人の健康な人間を殺すというのがどういうことなのか分かっていなかったのだ。だがその囚人が水たまりを脇へ避けたとき、私はまだ盛りにある一つの生命を絶つことの深い意味、言葉では言い尽くせない誤りに気がついたのだったと、こう書いてる。最後に神が宿るって言いますが、私の記者体験で言えば、細部に真実が宿ると言い換えてもいいような気がしますね。だから細かいところに何か、大雑把な姿をいくら見たってその人間分かりませんよ。今誰それの支持率が高いとかどうのこうの言いますけど、やっぱり細部にその人間が出てくるっていうのは僕は否めないことだろうと思うんですね。で、人間が生きていく人間、もう数分後に処刑される人間が水たまりを避けたっていう、この感覚どうですか。文芸作品っていうのは全部僕は気づきだと思いますね。よくその文芸の根本、物の哀れだって言います。源氏物語、物の哀れだって。物っていうのは道理ですね。哀れっていうのは情感です、情緒。やっぱりどんなに愛し合っても別れる日が来る、死別、物の哀れですよ。死ぬっていう道理がある、そこに哀れ、情感が漂う。その物の哀れっていうことが日本文学の根本だっていう言われ方が一般的ですが、それ自体が僕なりに思うのはやっぱり気づきだと思うんですね。何かに気がついた、こう気づくっていうこと、平凡は非凡である。これは灘中学でね、橋本武先生という102歳の時にまだ教壇に一度皆に招かれて立った有名な先生です。この先生が奥さんを亡くした後、まあ自分一人で晩年を過ごすんですけど、その頃に作った短歌に、今日もまた今日という日に会えたのだ、頑張らなくちゃと思いつつ起きという、今日また今日という日に会えたんだって、頑張らなくちゃと思いつつ起きっていう、その先生が一番大事にしたことは3つあります。一つは当たり前のことに疑問を持ちなさい、二つ目は横道にそれてみなさい、一本道ばっかり歩くな、で三つ目は遊びながら考えてみよう。僕はその
当たり前に疑問を持つっていうのが、この何て言うんでしょうか、気づき、大事なポイントだろうと思うんですよね。いや、僕自身60で会社が定年になった時に、まあそれ一応あの書類上の定年なんですけど、あといろんなまあ肩書きをいただいて仕事はするんですが、その時にそのいわゆるあの定年のセミナーみたいなのがあるんですね。でその時に来られたそのそういうことを専門なさってる、研修のコーチャーみたいなのがいるわけですよね。でその方がこういうボードに書いた中で、自分引く仕事、自分から仕事を引いたら何が残るんだっていうわけです。自分引く仕事です。何残るんだろうなって。それこそ遠藤周作さんじゃないけど、日本人は生活のためにあくせく生きてると、そういう問題を突きつけられた時に、僕は寄り道脇道散歩道一本道じゃダメなんだなっていうことを痛感したし、まあ、51歳の時に、大病を患ったということもあるんですが、癌ですね。仕事から自分を取ったらゼロだ、一本道の悲惨さって言いますかね、痛感しましたね。そしてその癌体験っていうのも私の中では大きい、いろんなことに気づかされた。皆さん自己発見なんて言うでしょう。自己発見って何なんでしょうか。書斎に閉じこもってうーんとこう自分の心の中を見て何か発見することありますか。だから結局は外側から外の世界からやってくるものに何か気づかされているのが自己発見でしょう。内から内に気づくってことはまずないです。何かを見た、何かを聞いた、何かをした、外から気づかされて自分というものを知るって言いますか、そういうことでしょうね、きっと。そうするとあっと思う体験なんてな、転んでもただで起きるなっていう世界だと思うんですよね。でそういう意味で言いますと、その橋本先生が意味軸を3つ挙げた。当たり前に疑問を持てっていう、平凡が非凡なんだと。川上美恵子さんっていう作家が、今はなんか吉本、ごめんなさい、村上春樹との対談が面白いですけど、そういう本が出てますが、この川上美恵子さんのエッセイを読んだら、もうこの気づき満載ですね。どういうことに気がついてるかっていうと、な、当たり前のことなんですよ。食べ物はお皿に乗って出てきますよね。もうちゃんとこう盛り付けられて彩りも、でも食べ残したものはすぐゴミ箱へ行くと。なんでこんな差があるんだと、と思い出したら、やっぱりサッカーですから面白いこと書きますよね。人間の唾液、唾、自分の口の中にあるときは別に何とも思わない。ところがパッと吐き出して外は、なんかそれ汚らしい汚れたものだと一瞬にして変わると。何なんだろう。この境目にこだわり出したらもうキリがないって言いますか、当たり前は当たり前じゃないっていう。当たり前だと思ってて過ごすとよろしくないことはいろいろある。ご主人が
家へ帰る。お帰りって言ってくれる人がいる奥さん。それが当たり前の日々ですけど、お帰りっていう当たり前がなくなる。その時に当たり前の一言って言いますか、言葉の大切さ気がつくんでしょうね。河合駿さんってユングっていう心理学の大権威だったですけど、この河合駿さんってもう村上春樹が唯一先生と呼んでる人ですだったんですが、もう亡くなりました。その河合駿さんの面白いことをいろいろお書きになってんだけど、僕はとにかく面白いなと思ったのは、まあここ住宅街でしょ、だからいい住宅街ですよね。でそういうところにこういう図書館があるって羨ましいな、文京区と思いましたけどまあそれはともかく庭があって、まあいろんな木が植わってる。で家の前に松の木が、で河合先生が書いてるんですよ。松の木が目の視界に入ってくると我が家だと。その松の木がある日なかったら皆さんどう思いますかっていうわけですね。それちょっと落ち着かないですよね。どういうことだって思うでしょう。だからそのあるとないとの有無の境、本当にこう考え出したら有無ですよね。本当に有無です、あるかないかって。まあとにかくこの平凡は非凡、いやそれもね、なんかやっぱり気づき方っていうのはいろんな気づき方があるんだなと思ったのは、白髪が一本生えてきた。普通はですよ、女性の方だとあれ嫌だわとかおって抜くかも分かんないですよね。でもその女性は50過ぎだったんですけど、難病で何度か余命いくばくもない宣告を受けるんです。その時にその一本の白髪を見て、その一本の白髪が何かありがたかったっていうんですよね。私にも白髪が生えるまで生命があったのかと。いや白髪に皆さん感謝してください。平凡は非凡なんです。ものの見方、考え方、いろんな気づき、そういう中で、本当に詩集なんか読みますか、谷川俊太郎さんとか吉野博さんとか、まあ、いろいろ僕も詩も大好きですが、谷川俊太郎さんの詩の中で最近本当に心して受け止めてる一節があります。平和というタイトルなんですけどね、咲いてる花が平和じゃないんだって言うんです。平和は土だって言うんですね。なるほどな。僕ら咲いてる花を見て平和だなって思う。でもやっぱり考えてみれば土がもたらしてんですよね、平和。いろいろ土を耕して平和を育てるって言いますか、まあ詩人の皆さんっていうのはこの気づきに関しては天下一品だって言いますか、またそうじゃないと詩のフレーズっていうの浮かんでこない。吉野博さん、
正月になって初日の出だってみんな言うだろう。日が上がって、ね、なんでその日が沈むのに対して何の言葉もないんだと言われてみればその通りで、初夕日とは言わないし言葉がないんですよね。第一でも死と再生って言います。しらじらと夜が明けてくる、ここで再生するわけでしょ。そして日が昇ってくる、ここに再生があって、その日が沈むことによって死がある。死と再生がこう循環されて輪廻の世界ですよね。我々の生きてる世界ってのは。でも初日の出、日の出はそんな風に言うけど、初夕日という言葉はないとかね。詩人の皆さんって面白いわ。そういう気づきが自分の中で養われてるって言いますか。今日という一日のためにの本の中にも私書いたことなんですが、鳥取県野の花病院っていうホスピスの病院があって、そのホスピスの先生が、なかなか文章家でしてね、エッセイなんか読ませるって言いますか。でその死の直前にがん末期の患者が何を望んでるのか、何を願ってるのかっていうことを、いろんな言葉を書きエッセイにしてますけど、がん末期の主婦、何を願いますかって言ったら、家の前の道を歩きたいって言った。家の前の道ってどんな道って言ったら、単なる普通の、いや先生も気になってね見に行ったんだそうですよ。そしたら普通のアスファルトの舗装された道路、何のことはないよ、単なる道なんだけど、その奥さんは右へ行ったらスーパーがあるんですと。でそのスーパー行って、ご主人の酒の魚を、果てを作ってあげたいんだと。日常、常日頃の世界、死の直前に願うこと、あるいは自転車に乗って先生海の方へ漕いで行きたいと。風に吹かれてると生きてるなっていう気がするんですって答えた人、あるいはベッドに立ちたいんですって立ちたい。その先生はずっと、その患者さんはずっと学校の先生がやられて教壇にずっと立ってたんだそうですね。だから、遠藤周作先生は日本人には生活があって人生はないっていう、これも私はけだし名言だなと思いますが、人生を閉じる最後に何を思い描くか、言ってみれば日々の一コマ、生活の一コマですよね。だからそういうのにほどのいい言葉があって、一日一生っていう言葉がございます。これは
高倉健さんがね、本当にこう慕って尊敬してた酒井雄斎っていう比叡山の大阿闍梨、もう何日も何日もかけて何キロも何キロも山道を歩いて荒行を何回もやった生き仏ですよ。亡くなりましたけど、健さんが亡くなる何年か前に亡くなって、健さんが後を追うように亡くなったんですけども、この一日一生っていう言葉はもう耳慣れた言葉だと思いますが、その私なんか昭和2年生まれの作家っていうのを追いかけてた時期がありまして、藤沢周平、城山三郎、吉村明、みんな昭和2年なんです。17、18の時に終戦なんです。それまでは藤沢周平さん、なんか天皇陛下とかいう言葉になったら体が震えてたって言ってましたね。それぞれみんな軍国教育を受けてたんですが、それゆえに戦前と戦後に大きな大きなやっぱ節を皆さん作ってらある。それ昭和2年の作家に特徴的なことですが、そのうちの一人、城山三郎さん、この方は人の話を聞くのが上手な方だったですね。僕は取材に行って自分が取材されてるような気がしましたけど、その城山三郎さんが、こういうことをお書きになってる。その一日こそがかけがえのない生の一日で、人生の一日であり、その一日以外に人生はないと強く思うようになった。なぜそうなったのか。がんを宣告されたって、その世の思いをこう記したんですが、後で調べたらそうじゃなかったってことは分かったんですけどね。でもそれでも彼の気づきとして残った言葉は、一日を深く生きようと。一日を深く生きる。でこういう言葉も城山さん残した。一日一回、一つ心よいことがあったらいいじゃねえかと。一日に一つ、なんか城山三郎さんのような方がこういうふうに語られると本当にそうだなと私思いますね。残された言葉っていうのは、戦争を境にこう生と死、愛と憎しみ、いわば自分の人生の大きな対比の中からもたらされているいろんな言葉、で私一度みんなが集まってる集いの場で、今日のこういうような場を何倍か大きくしたような場だったですけど、皆さんね、その自分がその励みになるような、そういうその一言って、元気にしてくれた一言ってのありますかっていうで書いて出してもらったんですよ。すると、いろいろありましたけど、私が、その後、64歳の女性で、その時はその時、っていう言葉。63歳の女性、みんな通る道なのよ。65歳の女性、生きている中で今日が一番若い。同じく69歳の女性、今日より若い日はない。なことは分かりますよね。なんとなく今日より若い日はないって、これアメリカの薬物中毒なんかの廃止の
戦闘機って運動されてたチャールズ・ディートリヒっていう方がいらっしゃったんですけど、その方が、今日という日は残された日々の最初の一日って、これ有名な言葉ですね。今日という日は残された日々の最初の一日、まあ同じような言葉はありますが、今日の自分より若い自分に出会うことはもうないんだと。今日という一日、その積み重ねでしか人生一生はないわけで、そういう意味では一日一生です。で、私あの早稲田のその大学院で授業やってた時に、高倉健さんがフラッとやってきてくれて、まあその前に、インタビューとか手紙のやり取りとかいろいろあったんですけど、近藤さんその大学院の授業って何人でやってるのって言うから、15人です、私16番目の席でいいから窓際に一人座らせてくれないかなって言うんで、まあ、僕はあの、まあ、そんなことが高倉健が私ごときの授業に来るわけがねえだろうなと思って、と本当に 来てくれたんですね。11月22日2012年いい夫婦の日だったですよ。早稲田がもう本当に赤と黄色のもみじに燃え上がってるようなキャンパス、実は僕は そこを健さんに歩かせてあげたかった。その時はお元気でしたから、またその機会があるだろうと思って、その2年後に亡くなったんですけど、でも高倉健やっぱりでっかいですからね、今の若い子にそんな馴染みがあるとは思えないですけど、やっぱりキャンパス歩くと大騒ぎになるだろうなっていう、ちょうど「あなたへ」っていう最後の遺作が話題になってた時期でもあったんで、裏道裏道から僕の教室でエスコートしていったんです。でも今思うと、どんな騒動があってもね、歩かせてあげたかったなっていうか、あの方明治大学ですけど、大学からのいろんな声がかかるんだそうですけど、行ってないって言ってました。だから僕はその話を聞いてたもんですから、そのやっぱり個人的に、そっと授業が覗きたいっていう思いなんだろうなと思って気遣ったんですけど、授業が終わってもうだいぶこう西日が差し込んでるような裏道なんですけど、僕はまあお詫びっていうか謝る気持ちで、本当はキャンパスのもみじのね、早稲田の森を見てほしかったんですって言ったら、健さんは神宮外苑のイチョウ並木のもみじも素敵ですよねってこう言い出して、僕の横にいた女の子が両手に靴を持って胃腸並木を落ち葉ですね、絨毯のようになってるそこをこう踊るように歩いていった、その後ろ姿は今でも覚えてますねってこう
いや前の妻ですが、エリチエミさんですよね。で僕はだから神宮外苑の車なんかでこう通りますよね。やっぱなんかその言葉をよぎるって言いますかね。でそれと同時に早稲田へ来られた時にっていう思いがどうしてもあるんですが、健さんでも教授でいいこといっぱい言ってましたね。授業が終わった後みんなとこう輪になって雑談に応じてくれたんですけど、僕印象に残ってる言葉は近藤さんからいただいた三等家の句は大垣して壁に貼ってあるみたいなことをおっしゃってましたけど、何を求める風の中行くっていう。でそこでその健さん何を言いたかったかっていうと、結果じゃないっていうんですね。人間は何を求めて生きたかなんだと。そうかって思いましたね。それとまたお金じゃないよな、お金が欲しくて映画俳優になったんだけど、短期千里を走るで中国ロケしてた時に、中国の人本当にこう心から接してくれた時に見方が変わったっていうんだよね。お金じゃないだよね、何を求めて生きるかだよねっていう。やっぱ高倉健なんかが言うと健さんが言うんだからなってこうふと思いましたね。高倉健の話し出すとちょっと止めどがないんでいろいろとこう胸にくるものもあるんでやめときますが、残された日って何日あるか分かんないんですよね。僕らオリンピックまであと何日とか言ってますけど、何年とか。でもその日その日生きるより仕方がない、分かんないんですから。で繰り返しますけど、人生を閉じる直前にほとんどの人がですよ、思い出すのは常日頃の一日なんですね。そういうことを考えますと、あだやおろそかに一日を生きられないなっていうか、これ難しいですよね。でも僕らはみんな外側から来るものに自分自身を見つけてるんですよね。で今日皆さんとこうして話ができるっていうこともきっとやっぱり忘れがたい一日になることは間違いない。最近よくこういうことを考えます。高と老、私コラムをしょっちゅう書いてるもんですから、文章を書くっていうのは頭と心の同時作業、考えずして一行も書けません。そういう意味で考えるっていう日は当たり前にあるんですけど、そして一方で置いていく自分。ところがね、こうっていう字はどういう意味があるのかって、曲がりくねりつつ奥まで思い進むこと。この字は腰の曲がった状態を表してるんですね、象形文字で。そうするとこうとろうっていうのは同じ意味だって言うんです。曲がりくねりつつ奥まで思い進むこと。ですから長寿のこと、
防腐。これは防腐のこと線香っていう。本当に密接なんですね。まあ先生のこと老子なんても言いますし、とにもかくにも皆さんにとって今日という一日が何か気づかせてくれたりね、そしてそこに自分というものを見つめるひとときがあったりすることを願って私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。本日は戦国図書館のイベントにご参加いただき誠にありがとうございました。近藤勝重先生にもう一度大きな拍手をお願いします。どうもありがとうございました。